日本歌詞鳥の謎は、エラリー・クイーンの長編推理小説、1937年に刊行された。単行本化の前練に、雑誌、コスモポリタンに掲載された際は、日本戦の謎と題されていた、という説が、第二次世界大戦前からある。日本では事実と仮定して、国名シリーズ最後の作品としている。ただし、 エラリー・クイーンの世界の本文と作品リストの両方に雑誌掲載の事実は明記されているが、題名に関するコメントは全くないので、実際には解題はなかったと思われる。日本語訳は、他に、琉球菓子鳥の秘密、日本庭園殺人事件、日本庭園の秘密などの題名でも刊行されている。日本文学の研究家である女流作家が自宅で義理の娘となる。 予定の若い女性から相談に乗ってほしいと言われ、家で会う約束をする。ところが、女性が義母が住む日本庭園のある邸宅を訪問すると、彼女は喉を切り裂かれて死んでいた。逃げ出した貸し取り、シドリは死の場面を目撃していたのだろうか。日本シドリの謎間末解説では、役者が日本戦の謎という役代を取るべきものとは考えたが、内容とはあまり関係がないので、 日本化しどりの謎としても、さほど原作者にも失礼になるまいという考えで、題名を変えることにしたと書いている。エラリークイーンパーフェクトガイドに掲載。ありがとうございます。